なんか、まあ、当たんなかったとか、食べなかった。ツイートできた？あ、もうちょっとです。道玄坂 TV で。はい。私これいただいていいですかね。あ、もちろんもちろん。T。小皿出そうか。あ、助かります。まあでも、まあ、オッケー、オッケー。オッケーです。ツイートオッケー。オッケー。ちょっと味が混ざってきちゃった。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、どうぞ。ありがとうございます。ひな祭りいいね。そしてホタルイカも美味しいね。いくらでいいかな、これこれちょっと、これ食べて。で、これじゃあ私これいただいていい、うん、そうですね。で、私これこのまま食べちゃうんで。あねえねえねえ、このパターン、このパターン、ね、始まってるパターン、始まってるパターンね。油断してご飯食べてたら始まってるパターン。今めっちゃ今食らっちゃってもらうじゃあもぐもぐして、OK、大丈夫ですか。いきますよ、OK、はい、せーの。2017年道玄坂カフェ日本紹介3月の会4本目。楽しくなってきた時ですよ今ね。そうね、もう4本目ですからね。春うらら、今の時期に素晴らしい、 ピンク色のすごい綺麗な。本当だ、かわいい、ね、かわいいかわいい。あ、でも甘口なんじゃないかな、香りがすごく。あ、なるほど、ちょっと女性向けかもしれないですね。わかんなかった。いや、これはけしからんわ。え、けしからんと。けしからん、これはサクサクいっちゃうね。けしからん。なるほどなるほど、けしからん。じゃあけしからん酒をいただきたいと思います。普通の女の人。待って、普通のって。あ、普通じゃない女の人は。ありがとう。はい、乾杯。おいしいね。あ、これけしからんね。普通の女の子なんてやっぱ美味しいですね。普通の女の子なんて、ね、うん、いや私も一応普通の女の子。普通の女の子なんて。君たちは可愛いよな。なんで今そんな素敵なこと言ってくれたんですか。まあ、あのなんかちょっと嘘くさい感は、まあ、突っ込まないことにして。可愛い可愛い。わあ、ありがとうございます。あのちょっとあのもうちょっと棒読みじゃない方が嬉しいな。あ、わーい、かわいい、ありがとうございます。後で話す、話そう、後で話そうね、後で話す、後で話があるからね。ラブリー、ふさとちゃん。やったやった、ありがとうございます。あの、後でサインもらっていいですか。すごいやらせ感半端ないです。これ美味しいですか。これ美味しい。なんだろう、さっきの2つとまたちょっとジャンルが変わった感じ。ちょっと炭酸、そう、炭酸入ってます。そう、微炭酸、見てみましょうか。うん、また、うん、違う意味でうまい。生酒ですね、これ。ですね。うん。なんだろう。濁り。薄濁り。薄濁り。なるほど。そうですね、確かに。まあ、あの、このボトルもちょっとね、濁ってるんですが、確かにお酒も、お酒でもそんなに濁り感はないですね。けどね、うん、まさに薄濁りですね。生酒、あの加熱処理をしてないという、うん、ことだったと思います。生酒っていうのは、うん、なるほど、あ、なるほど、うん、そういう意味だったんですね。アルコール分17度。どこのお酒ですか。どこですかね。あ、長野だ。あ、長野県。長野だ。あ、長野県。長野。割と寒い地方で作られたお酒ですね。長野、あ、でも長野って広いから北と南で全然違うんですよね。あ、でも私ほら、あの北は豪雪地帯でしょ、だって。いや、でも長野にその冬の 大学がスポーツ科だったんですけど、うん、野外活動実習で長野にスキー実習来ましたよ。あ、なるほどね、やっぱ雪が降る地域ですよね。ね、
温泉があった気持ちよかった。あー、最高。温泉とかね、大好きですよ、私は。ほんと気持ちいい。確かになんかちょっとなんかこうあれですね、もうちょっと冷たくしてるのか。あー、なるほど。妖霊像って書いてありますからね。なんかそう、個人的な意見なんですけど、もうちょっと大きいなんかおちょこに氷の1個だけ入れて、ちょっとこうやって指で回しながら飲みたいみたいな感じ。もうちょっと冷えてたら美味しいっていう。冷蔵庫から出した後のダメよねって感じ。あの最後ワイングラスで飲んでみました。ああ。香りがやっぱり重要だったんです。でも確かに日本酒の香りって結構重要かも。開けた瞬間のこの匂い、一番最初にこの香りがすごい好きなんです私。あ、開けた瞬間の匂い、そうそう、ちょっと匂いフェチのところが、そうなのかな、変態か、あ、そういうこと思ってなかった。日本酒に限ってだったらね、そう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 、別に。あのほら、パンツが匂わなきゃ大丈夫。パンツとかは匂ってた。大丈夫、まだしてない、まだしてない、まだしてない。まだってなんだ。まだしてない。動画撮ってんぞ。忘れてる。YouTube に残んぞこれ。残っちゃう、残っちゃう。ここ。ない。カットない、カットない。そのまんまの味が。それが道元だって。じゃああれだ。ちょっと粗相しすぎちゃったから。ミフィちゃん。ミフィちゃん、ミフィちゃん、ミフィちゃんしながら酒飲んでる。ミフィちゃんが酒飲みって中だよ。すいませんでした。いいね。こんな感じ。そうですね。ビタンさんで、うん、女性って割と炭酸好きですよね。そう。やっぱり、まあ、女性向けっていうのは。女性向けですね。これは本当に。女性向け。うん、おっさんの二人には合わないな。おっさんの2人、おっさんのね、私たちおっさんには辛口が好きなおっさん2人、認めちゃダメ、探して、おっちゃん2人を探して。いや、おっちゃん、チェコいるよ、チェコいるよ、チェコいるよ。おっちゃん探してって言われたら結構いる、結構いる、結構いる、目の前にも許しない人。いや、でもなんかちょっと日本酒とか飲んでみたいな、でもなっていう方の特に女性にはおすすめです。入り口にはいい、入り口には初心者っていう感じで、まあ、ある男性でも全然なんか、うん、まだちょっと日本酒飲み始めたばっかりみたいな方には割とおすすめな日本酒だと思います、うん、私本当女性にはこれを飲んで酔っ払っちゃうなってなってくる。やだ、酔っ払っちゃうなみたいなやつね、そういうのに使っていただきたい。あの男の人目当ての男の人って、あ、そう、目当ての男、酔っ払っちゃったってね、やるような気がする。やるようなひどいひどいひどい、この子の評価ひどい。いや、美味しいですよ。飲みやすいって、飲みやすい、ね、あの初めての方でも、うん、あのハードル低く飲めるよっていう方、ちょっとビタンさんっていうのがね、本当にそれはいいと思うし。さあ、じゃあ告知としてはだいたいね20日後ぐらい、そうですね、そしたら予定で、はい、その中にこれアップする。20日後、なんかあれば、3月20日はもうほぼ終わってるんじゃないですか。終わってるとして、じゃあ次4月4日を、はい、お願いします。はい、すいません、じゃあ告知させていただきます。2017年4月8日から9日、帰ってきた最後のブリワングランプリ、これはあの浜田ブリトニーさん主催の、あの B1 グランプリっていう、なんて言ったらいいんだろうな、あのまあ、ストレートに言うと、あのポンコツ芸人の頂点を決めるっていう、なんだろう、そういう回なんですけど、なんかロフトプラスワンかと思いきや、ロフト9、渋谷でした、まあ、渋谷なんだ、まあ、同じような感じのところかなとは思うんですけど、そうですね、オープンが、4月8日の24時。で、日付変わって9日の朝までやります。あー、すごい。そう、チケット前売り3000円、当日3500円で、それぞれプラスワンドリンクですね。で、場所がロフト9渋谷で、出演者が、JAL って、まあ、JAL ってほぼほぼブリトニーさんのことなんですけど、で、芸人さんがたくさん出ます。
ね、芸人さんの中で頂点を決める会なので、であとはアイドル枠も、アイドル枠に私たち出させていただいて、あとは占い師さん、ミュージシャン、声優、SM 嬢さんなどなど、あの個性豊かな方々がいっぱい出る、あの真夜中の祭典なんで、これぜひあの皆さん来ていただきたいと思います。私たちも頑張って歌います。で、これ、お客さんの中に漫画家さんがいたりとか。そうですね、うん、やっぱ、あの、ミスにたのね、あの誕生日がその辺あたりじゃなかったかな。そうですね、誕生日が、そうそうそう、4月5日ぐらいだったかな。だから、文野さんの誕生日に合わせて、ご用紙の方っていう中で、ね、毎年やってるんですけど、去年やらなかったの帰ってきた。そう、去年やんなかったんですよ。なので帰ってきた。でも最後、でも最後らしいですね。え、最後、うん、最後にするのかな。またね、来年やってほしいですけどね。そう、ちょっとそこにちょっとロックンパップも出ていいよって、あの、ブリタ本人から、すごい声をかけていただいたので、ま、いや、でもすごい低い。いや、うちらも、ま、いや、私たちもあの言うてもポンコツなんで。だって声がかかるっていうの自体がすごいと思う。いや、だから俺もなんか遊びに行ってるから。あ、本当ですか。ぜひぜひ遊びに来てください。はい。こんな感じでやるのでよろしくお願いします。はい。それでは次、みなとちゃん。お願いします。こんな素敵な告知の後になんかあれなんですけど、まあ、基本的に私は月一で、ここだ、はい、はい、ここだ、俺が動くぞ。大丈夫でした。みなとのサバイバルインオタドーンっていう番組を月一でやっております。何の媒体でやってるんですか。は、 YouTube です。 YouTube で、はい、で、その YouTube などなどの告知をですね、ザン Twitter、こちらですね、私の Twitter なんですけど、こちらで、ま、あの、こまごま宣伝などをさせていただいておりますので、はい、まあ、そう、よろしくお願いしますっていうことで、お願いします。はい、すいません、なんかこんな素敵なんかもう、いやもうこんな素敵な告知の後で、あれもう、ね、ガツガツ食べてくださ。普通に食べたいなと思って食べちゃった。大丈夫です、私もさっきからホタルイカ食べて。おしゃ、はい、そんな感じでした。じゃあ、一つの片手で表してください。一斉のポン、四三五。じゃあ、三から。あ、炭酸で美味しかったんですけど、やっぱあの初心者の女性向けのやつなんで、私あの、そう、すいません、私おっさんなんで、ちょっとあのおっさん向けではなかったかなという。そうですね、女の子が飲んでもちょっとけしからん酒ですよね。けしからん酒ですね。あの、ぜひあの女子力高い女子にはあのこれを飲んで、私酔っ払っちゃったって言っていただきたいですね。キャッキャ言ってほしいよね。キャッキャ言ってほしいですね。ということは、4をした女子力高い。おぉ、いいよ。決まった。そういうことになってしまう。ちょっともうカメラ震えるけど。なんで震えるんですか。いやいや、だってほら、4評価出してから。いや、4の理由は、4の理由は、はい、まあ、第一に飲みやすさですよね。で、比べたんですよ、普通に。あの、さっきの南方さん3本目のお酒とこっちだったら、その楽しく飲めるのはこっちだなというところで4にしたんです。まさにチャッチャ言いながらね。そう。で、やっぱ南方さん、2本目の南方さんが本当に基本的には後口が好みだった、飲んだ口が好みだったんですよ。で、やっぱ楽しく飲める、ちょっとトゲトゲ、俺トゲトゲしてるぜみたいなところが好きで4にして、で、さっきの南方さんは、3本目の南方さんはなんだろう、優等生すぎてスルスル飲めちゃうから、そう、ちょっとこのもっとトゲトゲしてほしいで3だったんですよ。ってなってくると、この子は本当に飲みやすい、かつなんだろう、優等生かと言われるとちょっと楽しく飲みたいお酒、炭酸入ってるだけ、そう、そう、っていうところで4にしました。すごい優等生なコメントですよ、これ。三沢さんはとりあえずは
キャッキャ飲みたい。キャッキャ飲みたい。あ、でも確かに誰でも飲める。そう、これ、うん、ロックなミワさんはウォーを言いたいからキャッキャとは違うと思う。キャッキャとは違う。なんか、なんだろう、この空間で楽しく飲めるならっていう評価。あ、なるほどね。もし私が一人で晩酌するっていうんであれば、まず選ばない。ちょっと待ってください。まずこれは選ばない。いや、そんなことはないですけど。見ながら2本目でしょうね。じゃあ3本目です。あの順番、あ、そうそうそう、みな、みなかたの2本目です。はい、そう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 。を、まあ、選びますけど、女子力高いから、うん、そうそうそう。髪の毛グリグリ。せーの、2017年のゴールデン坂カフェ日本酒オフ会3月の会4本目でした。